実践 SNS マーケティングならタクス、どうも代表の北野です。今回はですね、稼いだお金の使い方ということで、経営者、起業家がですね、年商1億円を突破するための思考法というテーマでお届けをしていきます。この動画を最後に見ていただくことによって、これから事業をより加速させていきたいというですね、まあ事業の経営者の人がですね、いわゆる目先のお金をどういう風な形で使っていくことができれば、しっかりと年商1億円以上という結果を生み出すことができるのかっていう、そういうお金を元にしたお金にまつわる経営判断にですね、そういったテーマにまつわる話を今日していきたいなと思います。で、よくね、目の前にお金がある程度できたとしても、そのお金をどういう風にしてさばいていけばいいのかわからないとか、どういう風にどれぐらいの割合で使っていけばいいのかわからないと、まあ、言うですね、人も結構多いんじゃないかなと。で、結構やっぱり経営自体を手探り状態でやってる人も多いんじゃないかなと思いますので、そこで実際に我々がですね、まあ創業1年目で年商1億円突破できた、その思考法っていうテーマでね、どういう風に何を考えて、どのタイミングで何にお金を使ってきたのかとか、まあ、そういったところも踏まえて今日はね、お届けしていきたいなという風に思います。ではまずね、1個目のポイントなんですけども、これね、覚えててほしいのが、会社経営においては、預金残高が多いイコール会社の成長とは限らないよって話なんですよ。1個目。預金残高が多いイコール会社の成長になるとは限らない。なんで周囲さんどういうことと思う方いると思うんですけど、まあもちろん会社って売上がどんどん上がっていくと預金残高増えていきますよ、利益が出てたらね。すると、会社が儲かるってことは利益が残るイコール会社の預金残高がどんどん蓄積されて増えていくよってことだと思うんですけども、これだけ見るとですね、じゃあ預金残高を増やせばそれが会社の成長なんだなってイコールで考える人いるんですけど、それはあまりですね、よろしくないというか甘くてですね、ビジネスをやっていく上でこの先行投資っていうのが非常に重要になってくるんですね。で、逆に会社経営っていうのは、広告費とか人員を割いたりとか、まあ、必ずしも人を入れなかったとしても、そのコンサルティングとかそういった事業投資ですよね。そういうのにお金をどんどん燃やしていかないと、やっぱりビジネスっていうのが尻すぼみになっていっちゃうから、調子がいい時にどんどん先行投資をしていく。まあ、これはよく通販系のビジネスもそうですよね。それから、まあ、コンサルティング会社とかもそうだし、まあ、どこのスクール事業とかもそうだと思うんですよ。まあ、生徒さんとかいろいろクライアントがたくさん増えてきたら、それに応じてどんどん広告費をより燃やしていくことで、よりスケールアップをしていくっていう。で、逆に調子のいい時に、顧客リストをガッと大量に獲得していくためにも、その広告費とか、そういった SNS とか、そういった費用とかっていうのを基本的にガッとかけて、それで見込み客リストを今のうちに取れるうちにね、集めておく。まあ、広告だったら CPA って言ってね、1リストあたりの取得単価が、まあ、安いうちに、大量に顧客を、広告をいっぱいお金をかけて取っておくと。で、それで後でマネタイズしていくってこともできてしますので、調子のいい時こそこの先行投資っていうのはすごい重要になってくるので、ただね、預金残高が増えていくのを眺めているだけで、うちの会社安泰だっていうとちょっと危険ですよっていう、こういう視点をね、ぜひちょっと一つ持っていただきたいなというふうに思います。で、ですね、まあ、もちろんとは言っても、全部は全部お金を使えというわけではなくてですね、一応最低限ですね、一応会社が、まあ、スタートアップとかベンチャーの場合とかで言うと、まあ、中小とかね、最近法人化したばかりの事業主さんの方で言うと、まあ、目安としては、ま、最低でも半年間ぐらいは、まあ、固定費とかを、ま、維持できる。まあ、いわゆる自分の事務所とか家賃とか、自分の生活費とか。もしね、スタッフさんがもうすでにいるんだったら、そのスタッフのこの固定費とかね、まあ、そういうの全部賄えても、半年間は売上が収入ゼロ、会社の収入ゼロでも半年間は耐えられる。それぐらいの資金は一応銀行口座に残しておいた方がいいですけど、それプラスアルファで入ってきたお金っていうのはどんどんやっぱり投資に回していくことで、売上を最速で大きくしていくことができる。やっぱり最短に成功する企業ってそうなんですね。例えばソフトバンクのですね、かの有名な孫正義さんもソフトバンク社を、まあ、創業した時っていうのは、最初資本金1000万円で会社を作ったと。で、まあ、当時23か24歳くらいだったんですかね。で、その孫さんはですね、そのうちの1000万円の預金残高じゃ800万円をもう創業して1ヶ月目でもバッと使っちゃった。まあ、何に使ったかっていうと、当時だったらそのいわゆる展示会ですので、ブースを出して認知を広めていくっていうところと、あと出版による認知の宣伝っていうところに800万のお金を使う。まあ、創業通していきなり1000万のうち800万すぐ使うって、まあ、なかなかできない決断だと思うんですよね。まあ、そこまで、極端な決断をしろってわけではないんですけども、ただ孫さんはそれをやったことで、創業1年目で年商で30億っていう結果を叩き出して、まあ、今でこそね、時価総額何十兆円という会社になってますけども、うちの会社はじゃあどうだったのかっていうと、うちの会社も創業当初っていうのは基本的にもう稼いだお金は全額投資なんですよ。もう稼いだお金は全額投資。で、基本的に、まあ、月の売り上げが、最初500万でしたってなった時、500万のうち、まあ自分たちの給料とか、あとスタッフの給料を除いた金額のうちの8割はもう全部ベットしてましたね。もうそういった、コンサルティングだったりとか、あとは、外注とか、あとは、広告ですよね。に全部お金を回すと。っていう形でぐるんぐるん回していって、
それで、創業決めてですね、まあ、創業して6ヶ月目ぐらいかな。一番最初は、月200、300万ぐらいの売り上げしかなかったんだけども、そこから半年後にはもう月の売り上げが2000万を超えてきて、やがて月収が2500万を超え、そして月収が3000万を超え、毎月3000万入ってくるみたいなね、銀行口座にっていうようなね、感じになりましたけども、で、まあ、とはいってもね、ゆくゆくはやっぱそのコンサルティングとか、すごい重要なんだけども、広告費っていうのもですね、この割合っていうのもある程度はもちろん考えなきゃいけなくて、何が何でも広告に費やせばいいのかってそうではないです。やっぱ広告費に費やしすぎてもですね、逆に、売上がトントンになっちゃうというか、やっぱり、なかなか利益がね、出にくくなってしまうという場合もあるので、おすすめは基本的に、広告費の、まあ、いわゆる広告を回す、もしくはこれはね、まあ、別に代理店にお願いしちゃってもいいんだけども、広告費、プラスアルファでやっぱり SNS ですね。SNS と広告を、両利を回した集客をやることで、まあ、うちみたいにそういう利益率が結構高いビジネスモデルをね、作ることができたりしますと。まあ、営業利益率で言ったら、まあ、20% 以上、っていうビジネスをね、構築することができるので、まあ、基本的に中小企業とかで言うと、やっぱ営業利益率って言って、まあ、売上に対しての利益の割合っていうのは、まあ、大体 10% あれば、まあ、標準って言われたりするんですね。もちろんこれ業種にもよりますよ。まあ中にはキーエンスみたいな、まあセンサーを販売してる会社とかだったら利益率がえげつなく高いみたいな会社もありますけど、だから基本的にやっぱり利益を残していくためには、広告と、だけじゃなくて SNS もしっかり運用していこうっていうのは僕はこれいつも言ってることですけど、まあそれを踏まえた上でしっかりとね、こういった先行投資っていうのを、やっていくっていうことですね。先行投資を、まあ会社が潰れない程度にはどんどんお金を燃やしていかないと、その先の2ヶ月後、3ヶ月後の売り上げっていうのが担保できないので、先に顧客リストを取っていくための広告だったりとか、および、そういった SNS とかそういった事業投資になるようなコンサルティングっていうのにどんどんお金を燃やしていくっていうのが、まあすごい、重要かなというふうに思います。で、二つ目はですね、無駄遣いをやめる。まあこれは当たり前なので、まあ今度が僕のチャンネル見てくださってる方はね、結構真面目な方多いので大丈夫だとは思うんですけども、まあ、やっぱ会社がですね、売上が儲かってくると、よく社長さん飲み代行きます、キャバクラ行きます、六本木西麻布行きます、ね、大阪だったら北新地かな、行くんじゃないでしょうか。ね、一晩の飲み代で2、30万とか、もうザラに行っちゃうわけですよね、銀座のクラブとかでも。まあ僕はもうこういうの飲み別に好きではないんで、そんな行かないんですけど、接待交際費とかでね、まあ経費で年収で1000万あったら800万まで使えるから、それにバッて使っちゃうのか、むしろそのお金を使ってですね、もっと有意義なものに投資していくとか、スタッフのですね、会社の福利厚生だったりとかね、スタッフに還元していくのかとか、まあ、うちの会社はどっちかっていうと創業当初から、まあ、できるだけやっぱスタッフにもやっぱ還元していきたかったっていうのがあるんですね。スタッフにもやっぱ還元していきたかったから、まあ、うちの会社は結構ですね、給与水準めっちゃ高いって言われたりするんですけども、どんどん還元をしていったと。まあ、無駄遣いをするぐらいだったらスタッフにどんどん還元していくっていう感じで、まあ、やっていました。で、基本的にこう覚えてほしいのが、会社のお金ってね、会社が儲かってる時しか貯めらんないんですよ。まあ、これもまた、紙一重って話なんですけど、まあ、さっきはね、もちろん儲かってる時は先行投資しろという話をしました。だから全額使っちゃうんですよ。まあ、ある程度、半年間ぐらいは生き延びられるぐらいの資金を蓄えておくと。で、プラスアルファで必要ないですね、まあ、不要不急って言いますけども、不要不急なお金の使い方っていうのはですね、する必要ないんですよね。なぜかっていうと、会社のお金っていうのはやっぱり儲かってる時じゃないと貯められないから。で、やっぱり会社とか事業って長くやってると絶対不況の時って来るし、たまにやっぱ赤字の月とかもあったりするんですよね。で、それは別に普通です。なので、基本的に、まあ、これは皆さん経営者になったら、まあ、今すでに経営者してる人だったらわかると思うんですけども、できるだけ無駄遣いしないと。で、できるだけ不況に備えるっていう面目で、ぜひね、無駄遣いをやめるというマインドでね、行動していっていただきたいと思います。その経費って本当に必要なのみたいな。大事な視点としては、覚えてください。その経費って本当に必要なのみたいな。で、そこにこの経費使うぐらいだったら、その金額を浮いた分利益になるよねとか。まあ、基本的に会社の利益を出すための方法って2つしかなくて、売上を上げるか経費を削るかなんですよ。売上をガッと上げるか出費を減らすかなんですよね。もしくは両方やるか。でしか、利益って出すことできないので、その経費無駄じゃないと思ったらすぐ切るとかね。っていう判断はすごい重要かなと思います。で、最後3つ目はですね、同じ金額使わないお得な方を選ぼうっていう、まあ、話で、まあ、これはですね、どっちかっていうと、経営者というより主婦の方の方がですね、この目線結構持たれてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、いわゆる、こっちのスーパーで椎茸買うぐらいだったら、ダイエーで買った方が安くないみたいな、まあ、そういう目線ですよね。だから、いわゆる月30万で SNS 担当の人を入れる、これ、あくまで例ですよ。雇用するんだったら、それよりかは、月6万から20万ぐらいで SNS の運用代行サービスを、委託した方が、お願いした方が安いんじゃないのとか、コスパいいんじゃないのみたいなね。とかね。あとは固定給月30万円で正社員で社保も全部負担して、営業の人を一人入れるよりは、その30万で広告をかけた方がいいんじゃないのみたいな。
とかっていうような判断もいろいろできてくるわけですよ。なので同じ金額を出した時にその金額で他にできることはないかっていう視点で、お金の使い方、これも一個の経営判断になりますので、を考えていくとですね、まあ、より、まあ、経営判断ではミスりにくい、まあ、後悔しないね、まあ、経営って基本的に正解はないんですけど、ただ、まあ、後悔はしないよりね、適切で合理的なですね、判断ができるようになりますので、まあ、ぜひこの3点をね、意識してこれからね、まあ、経営者としての道を歩んでいっていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも勉強になった方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また、実践エッセンス業界ナンバーワンの弊社が教える LINE 転センスを使った最新集客法に関してはですね、下記の、概要欄から僕と LINE でお友達になっていただくと、動画をね、ゲットできますので、そちらから最新情報もゲットしてみてください。それでは、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。